動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回は小倉の、日曜日11レース、佐世保ステークスですね。こちらの方の ACMD を上げたいと思います。このまま、もともとですね、ちょっと気象面に難があって、いつもスピード任せでもう行っちゃう馬だったんですけれども、もう 6歳になったということでね、だいぶ折り合い面に心境がうかがえるようになりました。で、今年に入ってからもね、本当にいいレースをしてくれてるんですけれども、ちょっとここ2走は 1000m だったり1004だったり、ちょっと得意とは言えない条件に使っていた分、ちょっと結果が出ていませんが、3走前準オープンでも0秒2差6着というところまで来てます。もともとね、ずっと小倉でいい成績上げてた馬なんで、ね、小回りの平坦コースっていうのはこの馬にとってぴったりの条件だと思います。今だったら後位からでもね、十分競馬ができるようになってますし、ちょっと強い馬はいますけれども、そういう馬が引っ張ってくれる流れでね、気分よく走れればね、さらに自分の力を出せるんじゃないかと思ってます。相手の方も2走前にね、 1000m で負けてるんですけども、ネロこちらの方と、確実にね、姉妹足使ってくるプレイズエターナル、この辺り人気どころでね、ほぼ決まるんじゃないかなとは見てますんで、相手としてはこの2頭を上げたいと思います。ちょっと比較的硬くはなるかもしれませんが、小頭数ですんでね、ここはきっちりと取れればいいかなと思っております。